どうも、チョコクッキードニョンニュン今日も、もしドラを読んでいきたいと思います。今日は、もしドラの、昨日読んだ続きを読んでいきます。昨日は、一巻読みますっていう風に言ったんですけど、一巻はさすがに読めれないので、区切って読んでいきたいと思います。 このように、第一章、南はマネジメントに出会うっていうのがあるんですけど、2とか3とかっていうのがあるんですよね。この辺に数字があるので、こちらの方が3になれば終わり、終わりにしたいなと思います。まあ3になるまで読んでいきたいと思います。なので1巻、第一章は終われませんね。まずなので今日も、前回で引き続き第一章の続きを読んでいきたいと思います。もしドラはですね、昨日も話した、あその、 昨日の方でも、昨日の YouTube でもお話ししたんですけど、まあ、配信してるんですけど、配信今配信してると思うんですけど、こちらの方は、もしドラって言って、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらってここにいるミミ、南川島みなみが、マネージャー、ま、えー、この主人公で、この物語の主人公で、2年、2年の夏頃から、親友の、宮、宮本、宮谷由紀 親友のユキに代わって、こちらの野球部を引き継いだっていう話なんですよ。もともとこの子はスポーツもしてなくしてなかった、部活にも入ってなくて全然縁、えー、もゆかりもなかったっていう風なのは最初の回でもう、あの、読んで説明しましたね。それで、今日はね、それで、今日はその続き、南がとうとうあの本と出会います。あの本って言っても、ここに書いてあるマネ,マネジメント。 経営、経営とか経済のマネジメントの方なんですけど、この本と出会って野球部を変えていこうと試みます。ですが、なかなか思うようにいかずに挫折するときもあるというお話ですね。それでは読んでいきたいと思います。<laughs> 1> 第一章、南はマネジメントと出会った。野球部のマネージャーになって、みなみがまず初めにしたことは、マネージャーと 言う言葉の意味を調べることだった。それがどういう意味かということさえ彼女はよく知らなかったのだ。そこで家にあった工事園を引いてみた。するとそこにはこうあった。マネージャー、支配に経営者、管理に監督。またすぐ隣にはこんな言葉も載っていた。マネジメント。 管理、処理、経営。これを読んで、みなみは、マネージャーというものを、管理や経営をする人、つまり、マネジメントする人だと理解した。次に今度は、近所の大型書店に出かけていった。そこで、マネージャー、あるいは、マネジメントについて、何か、具体的に書かれている本を見つけようとしたのだ。 本屋さんまでやってきた彼女は店員にこう尋ねた何かマネージャーあるいはマネジメントに関する本はありますかするとその若い女性店員は一旦店の奥に引っ込むとすぐに一冊の本を手にして戻ってきたそれを差し出しながら彼女はこう言ったこれなんかいかがでしょうかこれはマネージャーあるいは マネジメントについて書かれた本の中で最も有名なものです。世界で一番読まれた本ですね。もう30年以上も前に書かれたものなんですけど、今でも売れ続けているロングセラーです。これはその要点を抜き出したエッセンシャル版です。完全版というものもあるのですが、初めての方にはこちらをおすすめします。そこで皆実は、 その本を手に取って見てみたタイトルにはそのものズバリマネジメントとあった著者はピーター・フ・ドラッカーで編曲者は植田敦夫出版社はダイヤモンド社となっていたそうして彼女は中身も見ずにその本を買い求めた値段は2100円と少し高かったものの世界で一番読まれた本というものは気に入った それにあれこれ考えてもしょうがないという思いもあったもともとマネージャーという言葉の意味さえ知らなかったのだそんな自分に本の良し悪しなどわからないこういう時はあれこれ考えずまずは買って読んでみるに限る本を買ったみなみは家に帰ると早速それを読み始めたしかし読んですぐに後悔し始めた 本の中に野球についての話がちっとも出てこなかっただからだ。それは野球とは無関係の企業経営について書かれた本だった。おかげでみなみは自分にうんざりさせられた。せめて野球について書かれているかどうかぐらいは確認すればよかった。せっかく、せっかちにも程がある。今度からは少なくとも中身ぐらいは確認しよう。 それでも、すぐに気持ちを切り替え、その先を読み進めた。せっかく、2100円も出したんだから、読むだけは読んでみよう。野球に関係なくても、世界で一番読まれたことには変わりないわけだから、何かの参考にはなるだろう。そんな風に、南には、反省しても、すぐ気持ちを切り替えてしまうところがあった。おかげで、落ち込むことが少ない代わりに、せっかちな性格が、 改善されることころがそうやって読み進めてみるとその本は意外に面白かったまた単に企業経営についてだけ書いてあるわけではなかった次第に分かってきたそこには企業経営を含めた組織の経営全般についてが書かれていたそしてそれなら野球部に当てはまらないこともなかった 野球部も、広い意味での組織だった。だから組織の経営について知ることは野球部の経営を知ることにもつながったそれが分かって南はほっとしたこの本も全くの無駄ではなかったのだただそうしたことは抜きにしてもその本は面白かった南はそこに書かれていることを完全に理解できたわけではなかったが何かとても重要な 大事なこととが書かかれてていいいるというのはよく分かっていた。言葉の一つ一つがとても重くまた貴重なものとして受け止められたそれに魅了された南は夢中になって読み進めていたところが3分の1ほどのところまで来た時だった不意に心にコツンと小石のぶつかるような感覚を覚えた それは本の中に書かれていたある言葉に目が止まったからだった。そこにはこう書かれていた。マネージャーの資質。それでドキッとしたのである。この言葉はマネージャーという章の中にあったものだった。マネージャーについてあれこれ書かれている中にあった見出しの一つだった。これを見てミなミは思った。きっとここにはマネージャーになるために 必要なな資質が書かれていいい。るに違いないそしてこう心配した「もし私にそれがなかったらどうしよう」「みなみはそれだけは絶対に避けたいと思ったそれは自分にマネージャー資格の落印を押されるようなものだと思ったからだ」「そして野球部を甲子園に連れていくという自分の目標も無理だと宣告されるようなものだから」 おそらく他の誰かからそうしたことを言われてもほとんど気にしなかっただろう。事実、野球部のみんなには否定されたがちっとも気にしてなかった。しかし、この本からだけはそうしたことを言われたくなかった。それはこの本が世界で一番読まれているものだということもあったけれど、南自身、この本に大きな魅力を感じていたからでもあった。もっと言えば、 この本を好きになりかけていたのである。だから、その好きになりかけていた本から、自分のマネージャーとしての適性を否定されるのは、絶対に避けたいと思ったのだ。それで、南はドキドキしながら、その先を読み進めた。すると、そこにはこうあった。人を管理する能力、議長役や面接の能力を学ぶこともできる。管理体制、 新就身制度、報奨席、報奨制度を通じて人材開発に有効な方針を講ずることでもできる。だがそれだけで十分ではない。根本的な資質が必要である。進撃さでもある。その瞬間、南は電撃に打たれたようなショックを覚えた。そのため、思わず本から顔を上げると、しばらく呆然とさられた。 しかし、やがて気を取り直すと、再び本に目を戻し、その先を読み進めた。すると、そこにはこうあった。最近は、愛用することの、人を助けること、人付き合いを良くすることが、マネージャーの資質として重視されている。そのようなことで十分なはずがない。事実、うまくいっている組織には、必ず一人は手を取って助けもせず、 人付き合いも良くないボスがいる。この種のボスは、とっつきにくく、気難しい。わがままなくせに、しばしば誰よりも多くの人を育てる。好かれている者よりも尊敬を集める。一流の仕事を要求し、自らにも要求する。基準も高く定め、それを守ることを期待する。何が正しいかだけでは考え、誰が正しいかを考えない。進撃さよりも知的な能力を評価したり、 ししたりはしたしないこのような質質を招く者はいかに愛想がよく助けになり人付き合いが良かろうとまたいかに有能であって聡明であろうと危険であるそのような者はマネージャーとしても紳士としても資格であるマネージャーの仕事は体系的な分析の対象となるマネージャーにできなければならないことはそのほとんどが教わらなくても。 学ぶことができるしかし学ぶことのできない資質肯定的に獲得することのできない資質初めから身につけていなければならない資質が一つだけある才能ではない進撃さではある南はその部分を繰り返し読んだ特に最後のところを繰り返し読んだ才能ではない進撃さでもあるそれからぽつりと一言こうつぶやいた「進撃さって何だろう?」 ところが、その瞬間であった。突然目から涙が溢れ、出してきた。それで南はびっくりさせられた。自分がなんで泣くのか、よくわからなかったからだ。しかし、涙は後から後から溢れてきた。それだけではなく、喉の奥からは悲鳴もこみ上げてきた。おかげで南はもうそれ以上本を読み進めることができなくなってしまった。 そのため、本を閉じると、机の上に、ひっくり返し、しばらく、涙が溢れるのに、任せていた飲みはじ。読み始めてから、だいぶ、時間が経ち、もう日も、暮れかけて、薄暗くなった自分の部屋で、南は一人、しばらく、サメザメと泣き続けていた。はい、終わりました。それでは、終わるにた、チャンネル登録よろしくにゃ。 それでは終わるにゃバイバイにゃ